皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。フッティスタ2020、今回はカップ戦の報酬のラカゼットと、あとはキャンペーンでもらえるベンゼマ、この2選手を使って試合の方を出ていこうと思います。ちなみにベンゼマの方がコスト120で、オフェンスが91、テクニックが85、パワーが82、スピード80で、ラカゼットの方がコスト110で、オフェンスが87、テクニック82、パワー78、スピード85と、両選手とも、まあ、数値的には申し分のない数値なんですが、はい。ということで、今回はこのカップ戦報酬のラカゼットとキャンペーン報酬のベンゼマ、この2選手で試合の方出てみようと思いますので、よかったら見ていってください。今日勝たなくて2日進んだ前半のキックオフです。両チームのフォーメーションですが、ホームチームなるほど枠にとらわれない形で選手たちが配置されています。ワールドクラスの中盤の守備陣がチームに安定感をもたらします。対するアウェーチームは4-5-1という布陣で対抗します。それよりかここはなんとかクリア、ここでボールを失う。スローインで再開です。左から攻め上がります。さあボール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。パスを出すよう声を出します。正面で難なくキャッチ、お互いにどう崩していくのか、じっくりと見守っていきます。少し危険なプレーでファウルとなりました。ドミニコ・カルロス、この位置からのフリー、注目していきたいと思います。
さあもう間もなく後半です。先週は東日本前で非常に強固な壁を作っています。そしてここでファウルを犯してしまったか。フリー試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。